まあ、分からないんですけれどもとちょっと笑いながら、まあ、見ていても、まあ、マサトが、まあ、同じポジションとして脅威に感じるチームメートになってきたと話をしていました。うん、富山コーチを高野ヘディング、ツートップで取りましたね。開始3分、大宮アルディージャ先制。いや、絶妙なボールとヘディングでしたね。富山のボールに頭が合いました、中野。はい、ここでダイレクトで柴山選手入れて、右に流れた富山選手からこの頭の上を押しながら落ちてくるボールですよね。いや、絶妙なボール、そして最後はしっかりとニアに中野選手のヘディングと、いや、いい形でしたね。早い、いい時間帯に決めましたね。